ねえ、ゴロちゃん、目の話していい？お前が目の病気になった話。なんかね、昔ね、じゃあ別にゴロちゃんいいよって言ったからするけど、ゴロちゃん一回目の病気になって、俺と付き合う前に、で、癌かもしれないって言われたんだって。目の奥に、腫瘍ができて、なんていうの、そういうの。で、目がボコーって飛び出してきちゃった。腫瘍に押し出されて、目が飛び出してきちゃったなんて、まず俺が突っ込んだのがゴロにそれに気づかなかったんだって。周りに、なんか最近、ミキちゃん目出っ張ってないって言われるまで、本人気づかなかったっていうのも、まずそこで俺は好きになったのね。すげえ器でかいじゃん。気づかないで、女の子だよ。鏡見てたじゃん。私気づかなかったのって言ってて。すごいじゃん。それでまず、あ、この子は、なんか一緒にいたいなって本当に思ったの。で、医者からね、やっぱ、最悪なケースのお話もしなきゃいけない。お医者さんっていうのは。で、家族バーってみんな集まって、もしかしたら、まあ、この年で違うかもしれないけど、取ってみるまでわかりません。癌かもしれませんと。良性の腫瘍か悪性の腫瘍かわかりません。って言われたんだって。で、俺だったらね、例えば俺、心臓の病気してるんだけど、大した病気じゃないの。医者とかにも別に手術しなくてもいいよって言われるレベルの本当にしょうもない病気でも、すげえ病んだのね、19歳の頃。わあ、俺もしかしたらなんかこれで、手術失敗して死んじゃうかもしれねえとか、やっぱ病むわけよ。みんなの中でもさ、ちっちゃい病気とかなんか病気したことある人いる？手術が必要な病気したことある人だったらわかると思うんだけど、絶対そういう時ってマイナスマイナスに考えて、それでちょっとある程度、受容できて、精神が落ち着いて、なんか元気に向かっ、精神がなんか、前向きになっていくっていうさ、そういう過程をたどるじゃん。ゴロちゃん、その医者から説明受けた時に、あ、切ってみるまでわかんないんだ。じゃあ考えるでよ、そうっつって、その日から元気に暮らしたみたいで。そんなやついないじゃん！周りはみんなね、すごい落ち込んでたんだけど、お前さ、ゴロちゃん、それ目の時別に落ち込まなかったんでしょ？考えても無駄だからって割り切って普通に元気に暮らしてたんでしょ？考えても無駄だからって言ってさ、元気に暮らしてたんでしょ？目の時。そんな女さ、そばにいたくなるじゃん。じゃ、だからゴロちゃんの良さは見た目とかは別に、ね、正直どうでもいいの。なんかね、なんかね、俺が繊細だから、すごくなんか、頼りになるんだよ。本当に。動じねえの、マジで。マジで動じないのね、何かあっても。だ、去年の夏とかも、俺が配信でさ、うわもう大変だなって時も、なんかやっぱゴロちゃんの一言で救われるわけよ。本当に。だからこの世の男性に言ってんだよ。結婚するならゴロリみたいなもので結婚しろよって、俺は口を酸っぱく言ってるよ、本当に。俺すっごい繊細だから。そういうなんかさ、だって自分の目が飛び出してるのに気づかねえんだよ。俺なんて、ちょっと気圧が変わっただけでお腹崩すのに。やっぱ器でかいお腹いいね、俺。いや、マジで、だって俺、ゴロリのいいところ、本当にね。だってさ、そういう子がさ、自分のそばにいてくれたらめちゃくちゃ心強くない？すぐ切り替わるからね。本当に。そう。だからもう、紙一重だよね。もしかしたら血良くなるかもしれないけど。だけど、紙一重で、すごく、なんかね、いいんだよ。感情がないからね、マジで。いや、調子に乗らせるわけじゃなくて、本当にその目の話聞いた時に、うわ、この人やばいな、やっぱりすげえなと思ったね。俺絶対自分だって考えられない。まず、親に当たり散らす。俺はもうダメだ。俺はもう死ぬって絶対言うの。こんな体で、遠回しに、こんな体に産んだお前たちのせいだって言うのね、俺は。そういう気持ちになっちゃうの。だけどさ、その目の腫瘍になったって時もさ、なんか、いや、でまあ、切ってみるまでわからないっていう言葉がそのままさ、スポンジじゃん。バカのスポンジじゃん。で、切ってみるまでわかりませんよって言われたと、とてっつってもあれだ、インコでパクられたゴミの、あれだ、ポコチンとてじゃないよ。とて、多少は凹むはずなんだよ。なのにもかかわらずさ、一瞬で開き直れるってすげえぜ。やっぱ自分にないもの、特に精神の部分で自分にないものを持っている人間は男女問わず好きになっちゃうんだよね。本当に。
ガンだったら死んでたでしょ、だから。ガンだったら死んじゃってたのにさ。すごいよ。やつはマジですごい、ほんとに。そういう意味で。いや、結果無事だった。なんともなかったんだけど。なかなかいねえなと思って、そんなやつ。